いやみんなの銀行ね、未だに入金ありますか。まあ未だに入金があるってことは、裏を返せばまだ30万もらってないってことですよね。これ私も同じなんですよ。たまに入金あって、今月もトータルで1万円になるんですよね。でもまだ30万いってないんですよ。初速でね、15万ぐらいバババッといったんで、2ヶ月目に片付くかなと思ったんですけども、だんだん効果なくなりますね。まあそれは仕方がないことですけども、でも全体のみんなの銀行のダウンロード数ってのはまだ少ないですから、全然まだいけると思うんですけども、ね、もうちょっとなんか広告出してでも回した方がいいのかなと思うんですけどね。まあけどこのやれば稼げることばっかりですよ、世の中。本当になんか知んないけど稼げますよ。この前もね、その今ズーム対談っていうのを塾生を中心に募集してるんですけども、塾生じゃない人は1時間のズーム対談、これ1万円いただいてるんですけども、申し込みあるんですよね。一応内容がちょっと悪いんでお断りしようかなっていう人は多いんですけども、まあ塾生さんはね、何人かもうエントリーしてくださって、新年もズーム対談を軸に新しいコンテンツ作っていけるなと思うんですけどね。まあでもこういうふうに稼ぎたいんです、ズーム対談をしてくださいっていうふうに申し込みがあれば、稼ぐ道に乗せることはできるんですよね。でも同じ速稼塾の塾生さんでも、私のアカウントから放送しますよ、ズームであなたの拡散力プラスアルファしますよって言っても申し込みに来ない人もいて、じゃあ一体稼ぐつもりあるのかなと。いつか稼げりゃいいや、来年は時期を見てとかね、今まで思ってるんですかね。将来の展望ってのを誰でも立てたと思いますけども、今が将来ですよ、今が将来ですよ、今が将来ですよってことをね、これからも訴えかけていきたいかなと思います。いってらっしゃい。